今回はこちらの回収をしていきましょう。こんな感じに第2弾のチケットが設置されています。ではこちら僕も追加しちゃいましょう。よし、これでいいですね。で、皆さんこちら引きましたか？無料10回召喚第2弾もやってるんで、こちらもよろしくお願いします。ぜひ引いてみてくださいね。僕の方はですね、どうも多芸でもそうだったんですけど全然当たらなくてですね、まあ、しょうがないんで今回もこちらで引かせていただきましょう。これですね、確定召喚いきましょう。今回の対象はどれですかね。こんな感じになってます。12キャラクター分の9キャラクター持ってないですね。ここに表示されているものですと9キャラクター持ってないです。まあさすがにどうだろう、かぶんないかな。では試しにやってみましょう。こちら行ける人はやってみてくださいね。行きましょう。かぶらないといけどな。行きましょう。よし、フリーですね。魔法使いか。短冊の願い事叶っちゃいましたね。やったぜということですね。ありがとうございます。無事被らなかったですね。ありがとうございます。まあ、こういう獲得方法もありますね。私を呼んだのは君。激アツ少年漫画家にして魔法使いの勝ち気翼だ。君の願い私が叶えてみせよう。あ、待った、ポーズはこっちの方がいいな。すごかったです。次回も頑張ります。結構この七夕系のキャラクターが来てくれますね。ありがとうございます。異世界に世界観の違うキャラクターが来てますね。ありがとうございます。意外と僕はこちらの椎名ちゃんを交換し忘れていたんですね。こういうのも強化していくとめちゃくちゃ強いんでね。この前の超高難易度なんかでも役に立ってましたね。あと称号なんかもつけときましょうね。これね、これですね。こちらの後日談もよろしく。次のイベントはどんな感じになるんでしょうか。最新情報はキララジオで確認してみましょう。